2022プレミア INI の稽古2022プレミアを見に来てくれたミニの皆さんと世界中の稽古ナーズの皆さん、こんにちは。ロビタス INI です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとヒロトが今ね体調不良で、はい、ブレイキングライブは10人でお届けさせていただきます。お願いします。チャルプタッチョミンダー。はい、チャルプタッチョミンダー。ついにね、ケイコンが帰ってきました。カンバーク、カンバーク、ありがとうございます。はい、僕たち INI がケイコンのステージを通して皆さんに会いに行けるということになりましたけど、はい、タケル、今のお気持ちはいかがですか？いや、本当に楽しいだし、このブレイキングライブっていうのを任せていただいてすごく光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。京介はいかがですか？いや、本当にね、会うこと楽しみにしましたからもう、ね、それだけですもん。楽しみたいと思います。はい、楽しみましょう。楽しんじゃうね。しっかりアイスブレイクしていきましょう。アイスブレイク、アイスブレイク、しっかり打ち解ける。アイスブレイク、それ聞いてきてどういうこと？すいません。ありがとう。行きましょう、行きましょう。はい、声を大きく出そうですね。大きい声。はい、ここからはですね、僕たち INI が、はい、これまで の, K コンタクトの際ですね、韓国で行われていたブレイキングライブを、お届けすることになったんですけど、はい、はい、ブレイキングライブといえば、はい、皆さん、何がゲットできるか知ってますか？ゲットできるの？何がゲットできるか知ってますか？わからないです。そうなんです、おやつがゲットできるんです。はい、ということでね、ナイス、大好きですね。大好き、はい、で参加してみたかったですよね、みんなもね。はい、はい、スナック大好き。スナック大好き、うん、はい、さらにね、おやつもゲットできて、はい、それしてね、ゲームをしながらね、うん、おやつゲットできるっていうね、はい、素敵な時間になっております。ゲームするんだ、はい、中3歳代一緒よ。あ、オプソよ。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 大好き。何していいですか？じゃあみんなで言おうか、みんなで言おうか。聞いて、僕はいいよ、いいよ。じゃあ僕、題して言ったらみんなあれテーマ言える？はい、はい、はい。題して、おやつをゲット、ドゥグンドゥグンゲット。はい、皆さん、まあタイトルコールしてもらったんですけど、一体何やら分かんないと思うんですよ。はいはい、説明したいと思います。お願いします。おやつをゲットドゥクンドゥクンクエストはですね、今回のケイコンの2022プレミアイン東京のテーマでもある、はい、ドゥクンドゥクン、はい、日本語では、日本語ではドキドキ、はい、というわけで、今回はドゥグンドゥグン、つまりドキドキしちゃうクエストが準備されているんですね。はい、はい、このクエストにおいて勝利したチームのみがおやつをゲットできる。お、勝てばもらえるんだ。チームには晴れるんですね。はい、これね、なんと今もう分かれてます。もう分かれてます。これだったんだ。なるほどね。まさやくんを抜いて、違和感あったでしょ、いつもと並び違うな。確かに確かに確かに、これなんだって思ったわ。これチーム分けです。もう分かれてます。何のチーム分けか分かる？ちなみに。年齢、年齢。ちゃうわ。厳しい。当てないの。え？何何何？当てたい、これ当てたいわ。当てたらおやつゲット。はい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 。はい、今考えんだよ。今考えんだよ。順番違うから。違います。違う。違う。え？やばい。ヒントヒント。え？ヒントは？ヒント？まあでもよく考えれば分かる。よく考えれば。お金大事？はいはいはい。まさやくんの右手に置きたい人が左手に置きたい。まさに違う。違う。惜しいやろ。いやでも右手の方が嬉しい。惜しい。惜しい。そうなんです、これ実は。関西と関東で分かれてる。特別枠、はい、ということでこれ関西チーム、関東チームに分かれてます。よっしゃ、分けへんで、分けへんで、東京だからね、東京だから、まあまあまあ、関西 VS 関東ということで、はい、西日本、東日本、早速、一発目ゲームいきたいと思います。はい、関西ではないぞ。準備しちゃいますよ。なんだなんだ、一発目のゲームはこちら。黒ひげ危機一発。黒ひげ多いね。黒ひげ多いね。黒ひげ危機一発。マックスファイブと
ということで。マックスタイム。じゃあ当たる率早くですやん。ね、一気に飛びます。なるほど。楽しみだこれ。5人行ってしまうってことです。はい、ということで、2人ずつかな、各チーム2人ずつ代表を選んでもらって、はい、交互にね、やっていきます。オッケーです。なので、代表して決めてください、2人。どうしよう。俺、今、運いいよ。マジ？運いいよ。じゃあ、俺、じゃあ、2人で。じゃあ、選抜いく。2人で。あ、来て、決まりました？あ、行きます。オッケー。決まりました。はい、じゃあ、関西チームは誰が関西チームは、はい、シャキーン、はい、雄大と匠、なにわです。なにわね、大阪です。関東チームは京介と、ジャガーン。俺が行きますよ。何度も今、刀出してたというのしか決めてない。二人しか決めてない。マセ君は今日は、あ、俺はあの呼びたい時助けてほしいって。ゲスト代、ゲストなんや。呼んでよ、いつでも呼んでよ。そうなの、関東チームじゃない。あ、俺ね、MC チーム。あ、MC チームそうなんだ。MC チームで、まあ、助けてほしいときは呼んでよ。はい、わかりました。いつでも呼んで。やりたいとき言ってください。でも、お菓子あげないよ、買っても。ん？なんで？お菓子あげないよ。急に突っ込む。お菓子あげないね。じゃあ、関東チーム、ひいきするけどいい？あはは、やんないね。やんない、やんない、やんない、やんない。はい、じゃあ、代表者の皆さん、前へ。よし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいくね、はい、ちゃんとみんな。確かに。じゃあ、じゃんけんして先行後攻決めましょうか。はい、じゃあ、うん、いいよ。じゃあ、あ、どうします。いけ。わかりました。よろしくお願いします。最初はグー、じゃんけん、ポイ。うぇー。ああ、負けんな。おい、じゃあ、遅い、遅い、遅い、強いわ。京介、先行後攻どっちがいい。先行。じゃあ、先行で、関東チーム先行で。ほんまにいいねんな。先行が一番いいから。先行がいいよ。当てたら負けです。あ、オッケー。おじさん飛ばさなかったらいいんか。飛ばさなかったら大丈夫。イージー、イージーです。いきますよ。はい、1本目よろしくお願いします。それでこんね、ここら辺は大体ね。飛べ、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 ほら。さあ、続いて関西チーム。よし、じゃあ最後いったれ。いくぞ。気楽に行こう、気楽に。気楽に、まあ軽くここから飛べ。負けて、これも負けた、終わった。フルコースだよ。フルコースで。もう一回やりたい、もう一回。あ、マジ？もう一回できる？もう一回できるの？やるな、やれるな、やれるな。ちょっと早かったもん。早すぎた。早すぎ。そうやね。面白くないね、さすがに。でもお菓子ゲットは確定。は、まあ、じゃあまあこの試合次第。泣きの一回。この試合次第で俺が決めます。あ、ゆうら行こう。じゃあ次は。じゃあ今のは。チュートリアル。じゃあやり方説明やんな、これ。こういうことですよってことやな。そういうことか。まあ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 、そういうこと。よかった。まあ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 。はい、じゃあ、きょうちゃんチームから。タジから行こうか。タジから。じゃあ、冗談やんな、さっきは。今のは、タジ冗談やもん。いけるよね。全然いけますよ、僕。マジで。メンバーから、メンバーから。いけるよね。目怖いな、目が決まってるんだよな。カメラちゃうし、カメラが分からんからね。まあ、いきますよ。いけいけいけ、ここに行きます。はい、レッツゴー。せーの、はっ、レッツゴー。どん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 。はい、雄大行きましょう。じゃあ大丈夫、雄大持ってる。はい、じゃあ気をつけ、いきます。余裕ですよね。いきます。はい、タカミさん、タカミ、タカミ、一発込めろ。一発に込める。高み飛ばせ。行くぞ。素晴らしい、素晴らしい。はい、行きます。はい。おお。じゃあ行きますよ。ありがとう。飛べ、飛べ。ああ。危ない危ない。これ長いの。長い。ああ。なんで
ょうだい。あ、ちょうだい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 。よし。もう結構埋まってきたやん。決めた決めた決まった決めた。あ、いけ。行くぞ。さっきに集めてすごいな。行くぞ。いけいけいけ。おお。おい。すごいや。ちょやばいぞ。そろそろやばいぞ。何強いとかなんやろこれ。運ゲー。運ゲーやろ。これ結構やばいっすよ。あと何あと何冊しか。いや意外とね結構ある。意外と結構ある。八くらいありそう。うん。まあ行くわ。いけ。おお。これもう来てるじゃない。続くね。続くね。楽しいね。これはお菓子がうまくなるわ。いくよ。あーい。来たんじゃない？これやばいぞ。あーい。あーい。あーい。ザコがよ。ザコがよ。勝者はよいしょよいしょ。勝者どっちだ？関西チーム。ふざけんな！ふざけんな！関西チームです。理由理由ちゃんとした理由がある。理由あれば悲喜です。あいや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 。変わったわ。変わったわ。変わったわ。関西の方ね。俺関東の方や。関東だよ。こっちあったかかったから。こっちだから本来。あ、こっち、まあ声出してた。そう、ベンチあったかかった。確かに確かに。どうでした？やってみて。いや、めちゃめちゃ楽しかった。そうですね。めっちゃおもろかった。めっちゃおもろかった。極端、極端。極端、極端。極端、極端。2発目で行って次の日全然行かない。極端、極端。いいの取りました。声大事。いい感じにドゥグンドゥグンしましたね。一発ゲーム。ドゥグンドゥグンしましたよ。1ドゥグンドゥグン。はい。じゃあ、2つ目のゲームいきたいと思います。はい。2つ目の1つ目のゲームは、はい。何でしょうか？前見よ。何これ何これ前見よ。あ、見て。何これえ、なんだすごいの出てきたよ。えお、グラグラバランスピザゲーム。見たことある。そう。これ、これ、これだ。俺これ見たことある。え、これやりたかったな。これね、俺初めて見ました。誰がクリリン？キエンザ。キエンザみたいな。キエンザ。ルール説明しますね。はい。これね、ここにね、具材があります。はいはいはい。サラミ？サラミ？チーズ。チーズ。チーズ。次の。あきらめチーズ。マッシュルーム。マッシュルーム。いろいろあるんです。はいはい。これを乗せてみてください、これ。そう、これを乗せていくんです、こうやって。バランス取ってきて、あ、結構セーフなんだ。だいぶ行くやん。失敗だろあれ絶対。で、落ちたら失敗じゃない。めっちゃ落ちた。乗せてって、結構落ちたら負け。耐久がすごい。で、具材が落ちたら、こうやって、お、ちょっと下手くそ。乗せれなかったら？乗せれなかったり、こうやってポロンってこう乗せた時に落ちちゃったら、こうやって落ちちゃったら負け。結構難しいね。難しいね。多分難しいわ。多分ピザはこうなることはないから。あ、じゃあすごいバランス。そのおっちゃんが、おっちゃんが神の手なんだ。そう。さっきのより難しい。はい。さっき、そうね。これ本当にバランス考えないと本当に結構グルっていくから。使わなきゃいけない。これは何名ですか？2名です。おお。じゃあ。いきます。まあまあ。いけ。よっしゃ。マンヌズ。マンヌズ。決まりました。年末。はい。関西チームは、西日本チームは、リヒトと、リヒトと、こっちです。リヒトとジーン。ウエストジャパンさん。関東チームは、はい、ペンパンです。ヒロムです。じゃあこれどうします？じゃんけんする？これもじゃんけんしますか？とりあえずじゃんけんします。これはおもろい戦いだよ。じゃんけんしまー。大丈夫、こういうのは後の方がいい。先行か後攻か見てください。これどうする？先行か後攻。先行でいこう。先行でいきましょうか。じゃあ関西チーム先行で。はい。あの具材はね、何でもいいよ。本当に自分の好きなピザ作ってください。じゃあ、ササミで。サラミヘヨー。
サラミか。やべえ、俺が間違えてたわ。トマト。確かにトマト。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 トマト
真ん中ら辺に一発目で落ちることないしな。おい、いいね、いいね、真ん中奥や。確かに真ん中いいんじゃん。オッケー、じゃあ僕はチーズを。チーズ。おい、おい、おい、待ってくれよ、待ってくれよ。すいません、なんかすいません、なんか。半分の半分の時世よ、半分の時世よ。どうしたでしょう。ということで、あっけなくですが、わりとあっけなくですが、今回は関東チーム勝利。全然大丈夫。チーズ選んだのが悪いわ。チーズ意外と転がったね。そうなんですよ。なんで転がるやつ選んだか。しかもこれでしょ。それもっと曲がってるやつ選べよ。やばい、怖い怖い怖い。このゲームでプロいる。イタリアンかよ。イタリアン。イタリアン。イタリアンかよ、このリーダー。あ、もっと。このリーダー。はい、ということで。どうでしたジン。いやまあまあまあちょっと不甲斐ない結果とはなりましたけど全部俺のせいでメンバー、ヒロマの最高のメンバーありがとうございます。いやもう何もやってないんですけど、何もやってない、まあ、まあでも勝ってるからです。確かに何もやってない、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 ごめんなさい、不戦勝か。はい、ということで最後のゲーム、はい、今1対1ですね。おお、これでおやつもらえるかどうか決まりますね。はい、本日のオンライナーさこれですね。さすがに入れればいいことだろ。確かに面白そうだぞ。ちょっと準備に時間かかるんでね。そんなかかる準備するの。じゃあこの間なんか行きます。行きました。トークタイムじゃないんだ。最後のゲームは、はい、はい、ドゥグンドゥグン、うん、ポップコーンパニック。おー、はい、ということで、なんか怖い、中を覗き込まないでくださいって書いてある。皆さん、ポップコーンなんですけど、決してあのこう中をこういう風に覗き込まないで。危ない、危ない、危ない、危ないんだね。目が合うかもしらんからね、中の。はい、これなんですけど、まあ、ルール説明いらないでしょ、ということで。え、分からん、分からん、分からん。一人代表決めますか。あ、分かったか、分かった、分かった、分かった。これは一人、これ一人です。こちら代表選手です。はい、後藤さん。もうタケチが行くしかない。ポップコーンの神と呼ばれておる男ですね。噛むな。じゃあ関東チームはタケル。強そう。はい。関西。もう決まった。関西チームはタケル。関西で中。関東は。関東は間違いなく。まあ、あいつ。おお。あいつまさやか。なるほど。なるほど。いいね。待っては指定対決やん、やってくれ。おお、よっしゃー、やってくれ。師匠の暴走を止めるのが弟子の役で。うわー、 YouTube で言ったやつ。説明はいらねえよな。いらねえな。本当？分かる分かる。行くぞ。オッケー、すいません。すいません。あ、やめて。いや、さっきのピザのやつ。これ、これ。
あとある？あ、ないです。うわマジかやっしょ負けちゃったまあ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 、頑張った頑張った。うわうわ悔しいなぁ惜しかったな面白かった、まあ、惜しかったダゲイとしてるし、わざと負けたしあのねいや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 俺らはしてねえからということではい、三つ目のゲームはおぉわぁぁ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 ということで同点レフリーチームやから関係ないからそっちの勝敗に関係ないあるあるある意味なかった同点じゃあかん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 関東チームあ、間違え関東チーム危ねえ危ねえ危ねえなんか悪いやつみたいになっちゃう全然悪くない勝敗なんてね全然悪くないです悪くないということで、関東チームが2対関西チーム1ということで関東チーム勝利いいねはい、じゃあ勝利したチーム皆さん今の気持ちはいかがですか、はい、やっぱりみんなが今まで頑張ってきた成果がやっぱりこうやってそうだ、ね、ここで出せたのが一番の勝因だと思います練習してきてたのヒロマどうそうですねやっぱり今見てくださっているたくさんのファンの方々のおかげかなと思いますねそれはそうじゃあ惜しくもね負けちゃったんですけど、はいうんどうだったタケル涙が泣いてるもん涙が俺のせいでみんなが昔食べれへんかったのがやべ鳥人間コンテストごめん鳥人間コンテストはい、では、勝利したチームの、みんなには後ほど、お菓子をね後ほど後ほどなんですここでじゃない今じゃなくて、後ほど、はい、お渡ししたいと思いますありがとうございますはい、おめでとうございますありがとうございますありがとうございますポップコーンはね、そのままにしといてくださいはい、いいね、おしゃれ逆にアートみたいなそうね、ここでですね、K-CON プレミア2022からお知らせがございますはい、はい、今日と明日、2日間にわたって開催されます K-CON 2022プレミアイン東京は、オンラインでもお楽しみいただけますはい、はい、日本では PIA ライブストリームおよび K-CON YouTube チャンネルのメンバーシップ加入で視聴が可能となっていますはい、視聴方法など詳細は、チケットピアオフィシャルホームページもしくは K-CON JAPAN オフィシャルツイッターよりチェックしてください、はい、さらにここ幕張メッセで行われておりますイベントの模様も、K-CON オフィシャル YouTube および Mnet K-POP YouTube にて、こちらは無料でご覧いただけますので、僕たち INI ももちろん、K-CON に出演するアーティストの皆さんの模様をお楽しみください、はいはい、僕たち INI は明日出演しますので見てくださいはい、はいはい、また K-CON 2022プレミア、地域別オフィシャルストアでは、今回ね K-CON にちなんださまざまなグッズを、はい、マジたくさんご用意しておりましてだ、はい、こちらですねえっやばすごいすごいあら、グッズしちゃってねはいはい、こちらですねすげえグッズね、たくさんあるみたいなのでかっこいい、はい、そうこちらもね、チェックしてください欲しいな詳細は、K-CON JAPAN の SNS をご覧くださいこれいいじゃん、いいすなはい、チェックしてくださいはいそしてですね、僕たち INI のね、パフォーマンスなどねさまざまなね面白いコンテンツなどもね YouTube にね公式 YouTube に載っているのでそちらもぜひチェックよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ということで、はい、僕たちね、うん、ないわね、はいはいはい、初のブレイキングライブでしたけど、はいはい、楽しかったですか皆さんめちゃくちゃ今日も楽しかった楽しかった、ね、やっぱいいねこういうね、いいですねボードゲームみたいなボードゲーム的なねいいですねいいね、はい、買おうか買おうかみんなでね確かに、はい、これ合ってるよこれは確かに合ってるわわちゃわちゃしてるからね、ねうん、ちょっと短くじゃあ見てくれてありがとうっていうね言ってきましょう一人ずつね一人ずつ一言ずつリストはい僕から、はい K-CON をご覧の皆様、池崎リストです本日は、ブレイキングライブ見てくださりありがとうございましたこの後もたくさんパフォーマンスありますのでぜひご覧くださいお願いしますはい後藤健です見ていただいてありがとうございました多分日本で初の多分チームということでこれブレイキングライブさせていただいた初のチーム
ニオナツのチームっていうことなので、ね、すごく本当に光栄です。楽しかったです。ありがとうございました。はい、松田陣です。今回はこういう、ブレイキングライブという時間を、させていただいて本当にありがとうございました。またこういう機会があったら僕たちもめちゃくちゃ楽しむと思うので、また見に来てください。そして、これ今日、19時から稽古のパフォーマンスもあるので、見れる方はぜひ見てください。よろしくお願いします。田上大です。ブレイキングライブめっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。パフォーマンスも楽しみにしていてください。ありがとうございました。はい、見ていただいて皆さんありがとうございました。ちょっと危機一髪では、ね、一発目でバンってなっちゃってすいませんでした。いやいや、いいんですよ、はい、ライブパフォーマンスもあるのでこの後も楽しんでてください。ありがとうございました。はい、見てくださりありがとうございました。生放送、ね、ならではの感じでお届けしましたけど、皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。はい、この後も、引き続きお楽しみください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ブレイキングタイムありがとうございました。ライブ休憩しちゃった。ぼんやってるからいいのよ、もう。はい、頑張ります。まあ、お菓子もたんもり食べて、もうライブに臨みたいと思います。配信もあるので、時間があれば見てほしいです。お願いします。はい、皆さんこんにちは、高塚ひろむです。本日はブレイキングライブありがとうございます。この後も稽古続くので、ぜひ見てください。後で僕たちが美味しくお菓子はいただきます。ありがとうございました。かわいい。はい、周平なんです。30分という短くてでもすごい楽しい時間でした。ありがとうございます。今日から2日間僕たちと一緒にぜひ盛り上がっていきましょう。はい、僕も美味しいです。僕も美味しいです。食えないから、食えない食えない。はい、藤巻京介と申します。本日はブレイキングライブありがとうございました。ゲームにもね、勝つことができて本当に嬉しいです。この後のライブパフォーマンス楽しみにしていてください。よっ、はい、それでは最後に、お待ちかねの おやつです。おお、取られるのも、あ、これは全員ですか、もしかして。あ、これね、見ての通り3つしかないんで。3つ、あ、ペーパンがなし。関東じゃなかったんで、用意できなかった。ここはそこ厳しい。厳しい。もう分けます、分けます。なんで何もしなかったもん。あげます。ありがとうございます。いいね。これ今開けていいんですか。開けていいです。でもなんかね、面白い仕掛けがあるらしいから、こっちも開けようか。じゃあタケル、いいこと言わないでよ。ジンでいいよ。ジンがいきな、マンネだしね。マンネだよ。はい、じゃあせーのでオープンしましょうか。はい、せーの、オープン。わあ、なんだ、びっくりした。あー、どうしました。マトリョーシカ方式。え、普通のお菓子や。すごい。すごい。すごい。すげー。めっちゃお菓子いっぱい。すげえ。すごい。すごい。わあ。めっちゃ出てくるかと思ってびっくりしちゃった。俺もね、バって出てくるのかなって。すごい。すごい。ありがとうございます。嬉しい。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなに食べましょうよ。そうね。これは後でね、みんなで分けっこしようね。イエーイ。やった。ということでね、懐かしい。パチパチや。パチパチ。世代のお菓子いっぱいあるわ。皆さんお菓子に夢中なのも。はい、あ、ごめんなさい。行きますよ。ごぼうろマジうまそう。はい、生配信をご覧くださって、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあそれではね、ちょっと残念なんですけどお別れの挨拶をして終わりにいきましょう。はい、はい、いきますよ。せー、あ、以上って言います。はい、はい、以上、あいえなでした。さよなら。あんにょーん。あんにょーん。あんにょーん。この後も、あんにょーん。この後も稽古に2022プレミア楽しんでください。イエーイ。